はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、ネット回線のね、ニューロ光皆さんし。 知ってますよねまあね、あの、CM とかもいっぱいしてるんで知ってると思うんですけど、そのニューロのね、問い合わせ窓口の対応がテンプレすぎて甘すぎるよっていうことでね、すっごい話題になってるんですよ。このマジコさんって方がね、ツイートしてくれてるんですけど、ものすごいね、10万以上のいいねになってて、まあ、それには理由があるんですよね。ただただ、あのー、ひどい対応、お問い合わせ窓口の対応がひどいってだけじゃなくて、その後の回答がめっちゃもろかったんで、まあ、今回見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、 いいとと思ったら是非チャンネル登録もよろししくお願いしますということでね、まあ、こちらのマジコさんがこういうツイートしてるんですけど、ニューロ、なめすぎでしょなにこれっていうことで、こんなね、メールが来たというんですよね。お客様、お問い合わせいただきありがとうございます。ニューロサポートデスク担当、さ、 でございますなんだよ、それ。誰だよって。さあって誰だよ。お問い合わせの件についてご案内いたします。ここにテンプレを貼り付けっていうようなね、まだ何も書いてない状態でね、お客さんにメール送っちゃうんですよ。ああ、もう完全にミスったなーっていうようなお話になるんですけど、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、完全にね、テンプレをあの送っちゃいけない状態でね、お客さんに送っちゃったんですよ。うん、まあ、こうした経験がある人っていうのは、 結構いるのかな？とは思うんですけど、ここからがやばいっすよね。まあ、ちょっとこちら一旦リツイートといいでさせていただきますね。あ、元光ね。twitter もやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで。よろしくお願いします。で、ちなみにこのまじこさん、あのこんなテンプレのメールが届いて、えー、対応されたわけなんですけど、そもそもどういうメールを送ってたの？って言うとえ。ちなみにテンプレじゃなくてちゃんと回答してくださいってまあ、問い合わせしたみたいなんですよ。ちゃんと回答してください。あのテンプレで送らないでって言ったらこれが来ましたって。<laughs> <laughs> それはなめくさってるね。8メガビットしか出ないし、最悪ですって、とにかく遅いっていうことをね、このマジコさん言ってたりするんですよ。でも、ここですよね、テンプレじゃなくて、普通に、人それでね、ちゃんと解答してって言ったのにこれ来てるからね。めっちゃ煽ってるような状態になるんですけど、リツイートでいいね、させていただきますね。で、こっからですよ、あの、リプライ欄に、なんと、ニューロヒカリさんから、コメントが来るんですよ、ツイートがね。はい。 ツイート拝見いたしました弊社の対応によりご不快なお気持ちにさせてしまい誠に申し訳ございませんお問い合わせ内容につきましては社内で調査を行い改めて窓口より回答させていただきたくご存じますお客様には多大なるご迷惑をおかけしておりますことを重ねて深くお詫び申し上げますって言ってるんですけどなんかこれもテンプレっぽくないですかちょっとやばいな、えーとね、こっちは一旦リツイートいとい,い,いいねいいねじゃないけどまあ、いいでもさせてもらいますねいいねしておきますね で、それに対してね、マジコさんがこんな感じでね、テンプレ対応ありがとうございますって言って、<laughs> あの、テンプレで、えあのー、お詫びしようというね、問い合わせに対応しようとした内容に対して、さらに、深いな思いさせてごめんなさいっていうテンプレを送ってくるんですよ。ニューロヒカルさん。<laughs> マジでちょっと面白くて、これ。あの、リツイートといいね、これもしますね。 はい。で、さらにね、続くんですよ。解決になっていないお返事となってしまい、失礼しました。ご期待に沿うことができなかったこと、不手際によりご不快なお気持ちにさせてしまったこと、また、引き続きご不便をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。ということで、丸一、まあ、まず一つ目のね、ことを言います。ということで、これ、<laughs> またなんかテンプレっぽいこと言うんですよね。で、このようなことが起きないよう、社内で原因調査をさせていただきますので、お待ちくださいって、もう全部がテンプレっぽいこと。 そうなんですよ。そっから先が欲しいのに。<laughs> まじこさんもね。そしたらさらに他の人がね、こんな感じで言ってくれてるんですよ。えー、ニューロを利用してるけど、施工工事のやり取りしてる時の電話対応する人が、中学生が初めて職場体験するレベルだったよっていうことで、えー、どういうこと、えー、マニュアル通りにしか話さないから会話が成立しないのっていうことでね、もうマニュアルで出来上がってる、まあ。まるでロボットかのようだっていう風な言い方をしてるんですけど、えー、こちらね、えー、補足、えー。オペレーターが1のテンプレ。さっきのね、この1って書いたね、えー、ニューロヒカルの 誤、あのー、ってる内容をでテンプレらしいんですよ、これ。オペレーターがまず1を説明してくると解決になってない、お返事となってしまい、失礼しましたって言ってくるらしいんですけど、でね、えー、オペレーターに説明と、うん、こっちからオペレーターに説明したら、また1のテンプレを言ってくるらしいんですよ。 で、え、今の聞いてましたって話聞いてましたって聞いたら、また一のテンプレ言ってくるんですよ。この無限ループに入るらしくて、解決になっていないおうとなってしまい、失礼しましたってね、無限ループになるらしいですよ。ご期待に沿うことができなかったことを、不適合によりご不快なご気持ちにさせてしまったことまた引き続きご不便おかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げますって、もう無限ループ入るらしいんですよね。<laughs> マジこれ。 で、このように壊れた機械みたいな対応です。全体的にひどいけど、一番外れのオペレーターが出た時がこれ、かけたことがある人ならわかるはずっていうことでね、こういう風に補足してくれてる人がいるんですよ。マジでちょっとね、元光入力引っかり使ったことないんで、あの、それわからないですけど、こういうね、えー、世の中の情報が出てるみたいなんですよね。これだとしたらめっちゃおもろいですけど、マジで全部がテンプレの対応にしかなってないんですよね。うん、すっごいことになってて、まあ、ネット上でね、 これに対してすごい反響というかいろんな意見があったりするんでちょっと見ていこうと思うんですけどこんな感じでテンプレ回答でミスってテンプレ回答で煽るスタイルとかマッシュありまくってるよね <laughs>。 テンプレでミスったのに謝ろうとしてテンプレ送ってくるからね。でもこちらリツイートといいで、ね、させていただきますね。あと他にはところでこれツイッター上のやり取りなんだが何をどう調査して契約者を特定して回答する気やろうってあそういえば、ね、ニューロヒカリさんねすいませんツイート拝見しました申し訳ありませんって言ってね対応していきますって言ってたんですけどそもそもツイッターで、ね、言ってる内容と、あのー、その契約内容なんて分かるわけないじゃないですか。 本名かどうかもわかんないですし、そもそも本名なんて登録しないよね、ツイッターに。基本的には、うん。で、リツイートといいねも、こちらもね、させていただきます。全然わかんないのに、もう、テンプレでしかないな、っていう風にね、言われてます。だってこんな原因追及できないじゃん、これ。ね、究明できないからね。はい。で、他には、サポートデスク、担当、相当疲れてんのかな、っていうね、こんな意見とかもあるんですけど、まあ、確かにそうだよね。もう、疲れてこういうことがあってんのっていう風な話もあってます。 で、さよなら、ニューロくん。うちも来週別回線の工事入って無事に解約です。しかし、すごいなーっていうことで、ね、まあ、こんな風な意見とかも結構あったんですよ、リプライ欄に。こっちからもリツイートといいね、させていただきますね。まあ、同じように似たような問題あったので、俺も解約するか。そんな感じで、まあね、あのちょっとニューロさんには、あの不満があるよっていう人、結構多かったみたいですね、ネット上で見ると。まあ、確かに8メガビットだとちょっと遅いですね。本当だと。まあ、元光が契約してないので、はっきり分かんないですけど、まあ、どう まあ、こういう <laughs> ちょっとね、あのー、クレーム対応ではないと思いますけどあのお問い合わせの内容に対してもうテンプレでテンプレでテンプレで返すっていうのはちょっと問題なんじゃないかなと。 思いますけどね、まあ、もちろん、テンプレとかね、会社で流用するっていうこと自体が悪いわけではないんですよ。でもちろん、人なんでミスするとこともあると思うんですよ。だからこそ、あの会社でそれを怒らないように再発防止とかしてると思うんですけど、普通、例えばメールだったら、元光もちょっとデスクワークしてた頃がありますけど、メールとかの内容だったら、まず最初にね、メールアドレス、宛先を書かないようにするとか、うん、でまずはその本文を作って、その後確認してメールを送るとか、もしくはあの会社 記者とかによってはあのメールを送るまでに2段階ぐらいあの送ってもいいですかみたいな感じのことを言われたりだとか、まあ、そういうこともあるわけじゃないですかそういった再発防止でしっかり取り組めばいいだけなんですけど、まあ、まずこれで1つミスしてさらにミスにミスを重ねるみたいな形になってるんですよね。 まあそれがもすごく面白かったです。ということで、今回のお話は、えー、ニューロさんのね、対応がすべてデンプレ状態だったということでね、ネットで話題になってたお話をさせていただきました。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。